チョリー、はい、まあちょっと全体に言いたいんですけれども、はい、まあ、選抜の皆さんは正直非選抜を下に見てる下に見てますよねっていう、シンプルに最終的にやっぱり私たちのことを下に見てるシンプルに下に見てるのか、下に見てる時正直ありますよねっていうのをちょっとやっぱ、いやいいよ、このメンツの中で言ったら、まあ、じゃあ愛理ちゃん、もうそんな、なんか結構いろんな、まあ、先輩方とね写真撮ったりするんですけれども、私言われない、あで気づいたら選抜ばっかり撮ってたりとかしてて、あれもう17期にも下に見られてる聞きたい、どうですか正直、はい、私 AKB48 が本当大好きだったので、うんうん、先輩方の方が緊張してしまって、うん、本当に千織さんとかも本当に見て大好きなんや、でもゆきりんさんとかもそうだし、そっちでは撮られてたりする、写真撮ってる、絶対そっちの方が緊張する、それは時間をかけて本当に、あ、まあ距離近いからね、選抜やから、大丈夫だよまだ大丈夫だよ、誘拐犯みたいな大丈夫だよ